で、連絡するくせにしやったら、チャンネル登録と高評価コメントよろしくお願いです。トラちゃんよくできたじゃねえか。アイドマさんがございます。今回なんですけれども、車両の複製でデラックスをね複製すると250枚いきましたよというコメントがねいくつかありましたので、それやっていきたいと思います。まずこの動画は複製の手順を含んでますけれども、通常の複製と違うねことをやりますので、皆さんはまずねデスバイクまたは一シーレトロで複製してください。これはね、デラックスを複製するとどうなるのかっていうのをね、やっていきます。まず今週はデラックス割引期間中になってますので、これをね、普通に購入していきます。そしてね、これからアリーナモードでフルカスタムしていきたいと思いますね。まずフルカスタムっていうのは、これが届きます。で、アリーナモードで整備士を雇っている、または、まあ、アベンジャーなどでね、カスタムをするんですけども、できる限りのね、カスタムをします。自分のカスタムできる高いものを全てね装着させます。まあこれをね、まあフルカスタムしていくとこんな感じになってきますね。かなりお金使いますね。これの売却価格がいくらになるのかっていうのを見ていくと、今デラックス割引期間中なので、このような220万ぐらいになります。これがオリジナル、普通に買った状態のデラックスの売却価格です。これがね正規購入のオリジナルの売却価格ですね。これをよく分かった上で、じゃあこれを複製するとその売却価格が本当に220万、250万という風になるのかどうかっていうのをやっていきます。ではこっからがね複製の手順になりますので、普通に複製したい人はここでねデラックスじゃなくて一シーレトやデスバイクを複製してください。まずクリエイターなので地下基地に行きます。招待限定セッションから開始をしていきます。準備は一番最初にあるのでよく確認してください。地下基地から出現したら必ずね外に出てください。外に出ないとミニマップが表示できないんですね。地下基地内でミニマップ上で、ミニマップじゃないですね、すいません、マップ上にジョブトリガーをね表示ねできないんですね。これをねやるためにはここで表示オプション、カスタム、表示などを切り替えてみてみてください。そうするとジョブトリガー表示されます。この状態から複製したい車両を地下基地の中に入れていきます。まあこの動画はねデラックスを複製してますけれども、通常は一シーレトロデスバイクをやってくださいね。デラックスを複製するとどうなっちゃうのかっていうのを、見せていきたいと思います。このね強盗の画面を使ったね複製の手順では、長さが短い車両、小さい車両じゃないとできないんです。だからこの位置で止めて左上に機動作戦センターに車両を入れるという文字が出る状態、そして降りた時に機動作戦センターの後ろの青いのが出る状態にします。これにするためには機動作戦センターのここのねトレーラーヘッドといって頭の部分ですね、これがホーラーカスタムじゃないとできないです。そして区画3は絶対に個人車両保管庫です。これねいつも言ってるんだけど、これは絶対的に個人車両保管庫にしてください。ではイクリプスペントハウスの近くのジョブトリガー、パパテラが作ったこの白いやつか、近くのパラシュートですね、それを四角丸押して開始します。そしてジョブのロビーに行ったら、ここで自分と違う照準のフレンドさんまたはコミュニティの人に参加をします。これを参加をしますね。最初の警告を丸、注意を×ですね。そしてイクリプスペントハウスに行きます。これイクリプスペントハウスじゃないとできないですね。高級なやつですね。アパートのスタイルを変えられるものじゃないとできないです。それと強盗の準備画面も必要になりますね。これできるものとできないものありますね。ではイクリプスペントハウスはこれらですね。高いもの110万とか90万とか、そういったね高いやつですね。これを使います。そして強盗の部屋に行きますね。強盗の部屋の強盗の準備はこれが一番いいかなと思います。フリーサの2番目のこのね車という準備ですね。ボードの前でオプション長押ししといて、離した瞬間右十字キー、体だけが見えなくなってオプションがこのように押せたら、ここで、犯罪事業スターターパックを押します。そしてね×××でここも行きます。
タッチパッド長押ししておいて、アパートのスタイルを変更します。下十字キー丸、下十字キー丸という風に押していくと画面がね暗くなります。これフェードって言うんですけども、フェードがなくなるまで下十字キー丸、下十字キー丸、下十字キー丸って押していきます。なかなかうまくいかない時は新しいね招待限定セッションであったりとか、あとはまあ再起動をかけるなどすると結構スムーズにいったりしますね。下十字キー丸、下十字キー丸、下十字キー丸って押して、まあ4個5個ぐらいやっても暗くなんなければ OK です。この状態来たらバツバツバツで全部バツします。ミニマップが消えている状態、そしてアパートのスタイルがプレビューの状態でいつも持っているものと違う状態になれば OK です。ここから複製の犠牲車両のあるアリーナまたはナイトクラブの近くのジョブトリガーを四角丸で開始していきます。ここでジョブのロビーに行ったら、また、ここでねコミュニティ、自分と違う照準のコミュニティの人、または自分と違う照準のフレンドさんに参加をします。そして警告を回る、注意を×でワープしていきますね。そしたら複製の犠牲車両があるこのねガレージ入っていきます。ナイトクラブガレージまたは、アリーナのガレージですね。そして中に入っていったら複製の犠牲車両となるエレジー RH8 に乗り込んで、これをね R2 で外乗り出します。体だけが外に出れば OK ですね。ここでまたオプションからマップで、地下基地の近くのジョブトリガーを四角丸で開始します。ワープするときにこれねジョブトリガーを開始して、ロビーに行ってからゆっくりでいいんでね、自分と違う照準のフレンドさんやコミュニティの人に参加をしてください。そして警告をゆっくりでいいんで丸、注意を×です。これ急ぎすぎるとねフリーズするときは稀にあります。この画面でフリーズしたときは下十字キー長押ししときながら、右のスティックをね、ストーリーキャラに合わせて終了をキャンセルすると直ったりしますね。ミニマップが消えてなければ OK です。このままね地下基地の中入っていきます。そして必ず守ってほしいのは1回だけ複製しようとした車両に乗るだけです。乗ってエンジンをかけるとナンバープレートが変わります。そしてねそのまますぐ降りてください。必ず車両から降りてここの機動作戦センターの後ろから歩いて入ってください。歩いて今度はね一番前から絶対出るようにしてください。後ろから出ると無限ロードになりますね。ではここで外に出たら、ここでね複製したい車両にもう一度乗って右十字キーを押して入れ替えなら丸と押してください。そうすることで複製が完了です。これがね今乗ってるのが複製の車両です。複製された車両ですね。もともとはエレジー RH8、 これをね連続複製する場合は R2 をします。地下基地内で乗り出したことによって直近で乗っていた車両はこのデラックスとなりますね。ではここで連続して複製する場合は出現位置を地下基地にしてクリエイターに行って、また新しい招待限定セッションに行って動画の一番最初のね、地下基地のね中から出現して複製したい車両を地下基地内にもう一度ね外から入れるんですよっていうところから繰り返します。こうすることで連続複製可能です。ただし複製するのはデスバイク1Cレトロにしてください。その理由はこれからわかります。では、このねデラックスを複製するとどうなっちゃうのかっていうのを見ていきます。じゃあ実際ね本当に250万で売れんのか、割引期間中のものをフルカスタムしても200、230万で売れるのかっていうのを見ていきます。ではここでこの車複製された車両売却していきます。価格はドゥンドゥルル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 複製した車両は基本的に昔から変わんないです。何度も言ってます。本当にねデラックスを複製するとそれ複製された車両はカスタム代金しか乗らないです。あなたが売ってるのは本物です。本当になんで、本当になんでデラックスを複製しちゃう